皆様お待たせいたしました。本日はお忙しい中、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより笹川平和財団日米交流事業が主催いたしますスタンフォード大学名誉教授、また同大学アジア太平洋研究センター名誉所長でもいらっしゃいますダニエル沖本先生の講演会を開催いたします。本日は日本経済安定的持続的成長への道筋、ジャパンズエコノミーバイアブルパスウェイフォワードとステディーグロースをテーマにご講演いただきます。それではまず主催者である笹川平和財団を代表いたしまして、当財団理事長の高木雄二より皆様にご挨拶申し上げます。皆様どうもこんにちは。笹川平和財団主催の講演会に大勢の皆様にお集まりいただきましてどうもありがとうございます。大会にあたりまして、主催者を代表いたしまして一言ご挨拶申し上げます。笹川平和財団は国際協力国際理解の促進を目的に1986年に設立されまして、昨年25周年を迎えました。多くの国際交流事業を行っておりますけれども、その中でも日米の人物交流は中心的なプログラムの一つであります。日米の良好な関係はアジア太平洋地域の安定と発展にとって我が国だけではなく国際社会にとっても極めて重要な資産であると思います。日米間で相互理解を深めながら日米の協力と信頼の関係を築いていく上で、日米間の人物交流はその基本であり基軸であります。本日はご案内の通りスタンフォード大学名誉教授で米日カウンセルの協議会議長として日米交流を推進されておりますダニエル沖本氏にお越しいただき、日本経済安定的持続的成長への道筋と題してご講演をいただきます。失われた20年、新規志向の日本、決められない政治が続く日本と、内外のメディアから大変暗い側面が強調されておりますけれども、40年以上にわたってアメリカから日本を検証してこられた沖本教授のご見解をぜひ皆様方と一緒に聞きたいと思っております。